このロボット。ああ。何？ありがとうございます。第3回英語禁止クレーンゲーム。マスオ TV。はい、マスオ TV とソーシャルディスタンス系 YouTuber サトチンです。サトチンさん、クレーンゲーム系 YouTuber じゃなかったんですかね。今はソーシャルです。ソーシャルですか。はい、はい、ということでですね、今回はですね、エブリデイとってき屋さんで、貸し切りでクレーンゲームをさせていただけるということで、はい、来ました。で、今までですね、サトチンさんと英語禁止クレーンゲームというので戦ったんですけど、2回、はい、確か1対1かな、そういう感じですね。そう、1勝1敗のね、タイですので、はい、今回第3回ということでやっていきたいと思います。はい、ソーシャルディスタンス系わかるんですけど、これつけてないと声通んなくないですか。大丈夫ですか。声張ります。声張りますか。大丈夫ですか。はい、ということでですね、やっていくんですが、まあ、ルールをね、簡単にご紹介すると、1人持ち金が5000円、5000円ずつ持っています。で、1回英語を言うことにマイナス3000円。なんだって。なんだって。マイナス3000円。あ、ちょ、間違えた間違えた。マイナス300円。300円で、順番こに基本やってって、どっちが笑いすぎだじゃないですか。英語言ったら終わるね。2回言ったら終わりだね。どっちの方が多く景品取れたかという勝負になります。はい、だからもう英語 いっぱい言っちゃっても、クレーンゲームが上手ければ OK っていうね、そこでカバーすることもできるし、全然英語を言わずにこうお金をね、大切にして勝つっていう手段もね、いろんな作戦がありますんで、はい、はい、今回は勝負していきたいと思いまーす。ちなみに今日ベジータなんですね。戦闘民族、戦闘民族ソーシャルディスタンス系 YouTuber のサトチンさんです。はい、では行きましょう。じゃあまず何いきます。今日貸し切りだからもうこのまま取れちゃうんですよ。密です。いや、密じゃないっす、密じゃないっす。今日密じゃないっすよ、サトチンさん。全然密じゃないっす、今もう好き好きです、ここ。はい、どれにしましょうか。好き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 。あ、やばい、こんなに自由に撮影できるのか、不思議な感じ、楽しい。で、まずはですね、こちら、はい、挑戦していきます。これなんていう名前なんだ。楽しい箱です。楽しい箱、エンジョイボックスやっていきましょう。おー、おー、言っちゃった。完全に忘れてた。楽しい箱。あー、そっか、今完全に忘れてた。楽しい箱、エンジョイボックスやっていきましょう。おー、おー、600円だ。ありがとうございます。なんでさ、わざわざ楽しい箱とか言うんだろうと思ったら、うわ、やば、忘れてた。素直に英語言ってくれました。素直に英語言っちゃった。なんで言うんだろうじゃないですよ。先行いきます。はい、1回目。これはですね、ここの青いトゲみたいので、この球体を押すんです。はい、で、あそこに落とすっていうものですね。はい、いきます。3、2、1、グデッタマードン。やったー、すごい、行きましたー、持ってる男。はい、じゃあ高校サトシンさんもお願いします。これ意外といける。シャッ、サトシンさん、ここに入れれば書いてありますよ。そうですね、ここに入れれば L って書いてありますね。L？ 言っちゃった。違う L、 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 L ね、L ね。何？サトチンさん、あれ、なんか言いました。何、何、マサオさんの真似したわけだ。ずるい、まあ、ギリギリセーフ。せーの、ドン。よーし。サトチンさん、ごめんなさい。サトチンさんが今撮った時にですね、僕ね、これを言っちゃった。でも、サトシンさん、それ取りましたね。ありがとうございます。これ、1個取る間に900円の差がつきました。やばい。2回目。はい、僕、多分これ永遠に取り続けられますよ。何取りますか。じゃあ、このモフットなんか、モフットなんか、モフットなんかいきますわ。いけー、モフットなんか。あー、おー、ギリギリ。めちゃめちゃうまい。2個目。
得た得たぞ。じゃあグデ玉狙います。すごい激しい激しい、まさか激しい激しい、あやばい。これ竜の玉です。竜の玉、7個揃うと願いかない。おー、言わないですよ。あ、言わない、言わないですよ。竜の玉のことを言わないですよ。じゃあ行きましょうか。次、はい、次。最近なんかハマってる系はないですか。ハマってるもの特にない。鬼滅の刃も原作終わっちゃいましたしね、うん、あー確かにね。どれ行きましょうか。どれ行こうかな。会話が弾まないなあ、これどうですか。あ、かわいい。隙間に入って、あ、これ隙間に入れればいいんですか。はい、はい、じゃあ先お手本どうぞどうぞ。やります。この棒をね、てい、てい、全集中、お、てい、お、あー、惜しいな、終わっちゃうよ、じゃあ、マスオが決めちゃいますぜ。てい、お、いい、いい、いい、いける、いける、入る、入る、これ完全に入る。うわー、めっちゃ惜しい、惜しい。奥行きは大丈夫だったね。じゃあ違うのに行きますか。はい、お、いいじゃないですか。ちょうどこのね、格好してることですしね、はい、よし、じゃあいきます、はい、この動物たち、まあ、この桃色の動物狙います。怪物とか怪獣とか言うんですかね。怪物、お、お、まさかの、あー、ダメだった。今日あれですね、サトチンさん全く言わないですね。調子がいいです。引きこもってたんで。いつもめっちゃ言うんだよ、サトチンさん。ちょっとね、ギュッとぬいぐるみ、うん、ラストだな。大丈夫、違うキャラ、あざ、ありがとうございます。調子悪いな。うわ、いつも僕全然言わないのに。はい、没収。いいですね、灰色の。これなんていう名前なんですか。ネズミですか。これはね、ネズミなんですけど、言っていいのかどうなのかわからないので、はい、させていただきます。はい、はい、よし、いけるんじゃない。これは初代じゃないですよね。初代にいないです。初代じゃないですよ。どこ世代ですか。僕ね、わかんない、どの世代か。お、惜しい、いけるよこれ。次、ダメダメよ、次だ、いけらめだ。おっと、そのワンちゃん、火の犬、お願い、お、いいよいいよ、いいよいい、そう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 、あー、うん、次、次誰がいいかな。カラフルが一緒だなんて言った言った言いましたね。今サトチンさんは色とりどりのことを英語で言いました。ちょっとね7色のことを言わないようにしてたらこれが出ちゃう。色とりどりなっていうの。はい、じゃあ300円没収。え、まだそんなにあるんですか。そうっすね。はい、300円没収。今日は長いですよ。マトさん大好きな こちらのぬいぐるみ行きたいんじゃないですか。あ、じゃあ行きましょうか。じゃあ先に、はい、まだ映画夏にやるんですかね、夏休みに。どうなんですかね、見に行きたいですけどね、映画ね。好きですから僕、このこの猫ちゃん、このロボット。あー何、ありがとうございます。変換して変換して出てきましたね。そうですね、すぐ終わっちゃいそうだ。くそー、今までで一番行ってる僕。お、素晴らしい、桃色の猫ちゃん。ダメだ、どれがいいんだろう。あ、スヌーピーはいいんじゃない。合ってますか。どうですか。スヌーピーはダメなんじゃない。ダメ。ありがとうございます。300円没収。もう半分になっちゃったよ。まだやっぱりマスオさんの格好してるやつ、あー、いいですね。僕こっちの緑の好きですよ。うん、これは亀ですね。亀ですね、それはね。でも亀届かなかった。サトシさん、この字
このレズモ言っちゃったね。このえ？あ、それは英語で言いましたね。言いましたね。はいはいはい、言いました言いました。僕は言いました。はい、あの競技とか遊びのことを言いました。300円没収です。ありがとうございます。でも僕今2個取ってるんで、うん、僕の方が点数高いですからね。今1対2で。うーわ、減ってないじゃないですか。倍ですね。え、どうしたんですか。そんなに言わないサトチンさんなんてサトチンさんじゃない。消えたの。もう少し遊ばない。ちょっと今名前大丈夫？あなたの名前言っちゃったけど大丈夫？何してるんですか。だ、それはあれなんじゃない。しょうがない。しょうがない。じゃあセーフにしたぞ。はい、行った。何言ってんの。やめてよ。わざとですか、もしかして今勝負を面白くするために。そう、そういう時に出るんですよね。そう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 。あー、300円帽子。別のふざけたことを考えるとダメ。そう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 。決めつっていきましょう。あ、決めつってきます。最初にお手本を。お手本とかないんですよね。もう運なんで。これは、ああ、弾き飛ばすんですね。弾き飛ばす、弾き飛ばしてからのデスゲーム。え、言っちゃった。ベストゲーム。さあ、これは何回分ですか。1回分にしましょうか。1回分ですね。ありがとうございます。はい、里人さん300円没収。調子悪くなってきたな。これは何に偉いですか。これネズコス。面白い。そんなところで止まることある。逆に面白い。すごい。じゃあこれ一回いきます。え、それ難しそう。ほっ、サトチンさん好きな動物は。好きな動物は英語になっちゃうんですよね。おーい、これ何ですか。ちなみにえ、これはアザラシ、うん、アザラシはいいよね。オッケー、大丈夫。アザラシは大丈夫。あっ、言った。大丈夫って言った。違う、その前。そう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 。はい、里人さん300円没収。調子が悪くなった。疲れがね。よしよしよし、これいけるだろう。これは絶対にこのじゃん。つかめ。うわー、ありがとうございます。没収です、言いました。うわ、今の取れよ、取れよ。好奇っていうのをね、言いましたね。何を言ったかというと、やめて。これで並ぶんじゃ。これはいったな。さあ、左で、左の爪で、せーっ、オッケー。あ、何回言うんだよそれ。やめてよ、本当に。同じやつ言わないでよ。なんで2回同じこと言うんだよ。いや、でも取れましたね。ありがとうございます。やばい、これで2対2だ。あ、じゃあこれいきましょう。2020年に新しい。僕ね、指これいける。でもこれ、先行の方が不利なんじゃないかっていう説。過去の戦いで何度もこれ見かけましたね、この茶色い猫ちゃん。お、あれ、うお、うわー、惜しい。すんごいところから、すごい角度でしたね、今。ニコ取りで。そんな荒技いっちゃいます。はい、くるりんぱと。僕この手前狙いどうでしょうか。手前のやつを掘る感じですか。掘ってこう持ってくる感じですね。無理か、さすがに無理か。すごい、どっダメか。いっぱい取りたいな。落ちるな、落ちるな、落ちるな、絶対落ちるな、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 落ち、落ち、落ちちゃった。僕エモンです。ちょっと松本さん、これいいんじゃないですか。これこれ出てます、この月刊。ああ、そうですね、この月刊、月刊の本、僕掲載されてました、6月号に。うまい、いけ、ゴー。あ、ちょっと、おー、言っちゃった。ダブルで思いっきり言っちゃったね、大声で。はい、300円没収。今のも言ってますよね。マスオ終了。私も言ったんで2つって釣られたんです。残りは1000円。
あ、じゃあ、あと1000円のうちに3回言わせればいいですね、僕ね、はい、英語をね Every day、 Every day が毎日、毎日が Every day、 Go、 Go、 Let's go、 あ、いた、あ、いた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 、やめろ、あああ、いった、もう勝ったから何でもいいんだ、もう何でもいいんだ、おはようスタジオ終わっちゃうの、いやもう勝ったらもうこれだもんな。はい、ということで結果発表。はい、今回マスを取ったのはこちら3つ、そしてさとちんさんが取ったのはこちらの忍者ボックスのやつとドラえもんとアザラシとドラゴンボール。ドラゴンボール本気でハマってますね。よっしゃ、ということで第3回英語禁止クレーンゲーム勝者はさとちんさんです。ありがとうございます。いやー、チャンスはいっぱいあったんですよ、勝てる。でもそのチャンスを全て逃した、これが僕の敗因です。あと英語言い過ぎです今回。そうですね、ちょっともっと面白いことできたらなと思いました。反省します。あの、それ普通の反省じゃないですか。はい、ということでですね、ぜひあのね、あのさとちんさんのね、あの UFO キャッチャーとクレーンゲームのね動画概要欄に貼っておきますので、皆さんそちらもチェックしてみてください。はい、以上、マスオ TV とソーシャルディスタンス系 YouTuber さとちんでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。